売り上げ上げたいとか思ってる。いや、ね、それはありますよね。それが冗談っぽいやなんか、そう、女の子もさ、なんか、分かる。そう、それが良くないよね。どうかはどうなりたいの。もう切羽詰まるやん、もう30超えたら。でしょうね。女の子がお金使うメリットっていうか、何を目的に使わせてんの。自信がないんですよ、ね、なんで自信ないのにやんの。自信ないことやんなくていいよ。指名してる人にマジ失礼なこと言ってる。お前さっきから言えよ、はっきりと。言えよ。うわぁ、セノ750万本当に一回忘れ。あ、わかったわかった。セノ750万いいですか。すごいな、すげえな、マジで。いや、ちょっといいえ、750万。頑張りました。それそれやばくないですか。お前、俺営業3日目っすよ。余裕で1位じゃん。いやもうホスト始めてどんぐらい。1年3ヶ月目やばで未成年でしょ。お前らすごいわ。俺10万13年俺11年。あ、動画11年もやってるんや。大輝もう600万ぐらいあるやん、差が。大輝それは言わない。それ言うてめえもな。あ、俺もだった。そう、俺もだ。すごすぎたやな。始まったばっかりやから。今月はキラキラしてるわ。ありがとうございました。ゆっくり飲めん。あ、終わります。はい、ありがとうございます。お疲れ。お疲れ。いや、すごい。気をつけて帰り。キラキラしてて、おめでとう。すべてがキラキラしててごめん。確かに。でもなんかちょっと不安になるよね。なんかそのあれ見てやまない人が意味わかんない、逆に。しかもさ、入金日にやるっていうのはすごいね。かっこいい。ってことは売りかけがないってことや。確かそれはすごいわ。多分ホストの前例でないよね。入金日にイベント気にしてないやろ、ドンファンとか。そういうなんか確かに俺売上げめっちゃ気にだな、やっぱ。こじゃ俺らはさ、うん、こうやっぱユイと仲いいしさ、うん、なんか気にするやん、売り上げ上げてほしいのとかさ。そうね、その給料をね、ちょっと枝振ったり。そうそうそう、うん、お金持ってほしいからさ、うん、でもちょっと調子悪いよね、ずっと最近ね。うん、僕はうまくいかん。どうぞ、調子悪いんか。調子悪いんじゃないの。でもそれでも最近結構気にする。まあそのもっと悪かったけんよく見えるかも。ゼロだったからほぼ。もう何をやってるかじゃない今、うん、そのホストとして。でホストやん、だって。いやまあホストやってるけど、うん、それで何をやってるか。いやホストやってないと思うけど、ね、なんか甘えホストはやってないでしょ。ね、甘えてんじゃん。分かんないよ、俺的には。まあ長年の付き合いあるけど、まあ、長いけんね2人とね、うん、まあすごいかなと思うけど、ね、でも俺も十分に自分の中でやってるなっていうのはあるよ。うん、それ何を。そのホストもだし、他のこともお店のこと。他のことは関係ないよ、だって。だってホストがメインやから、うん、ホストとして、うん、だからその接客に関しては楽しませることがメインでやってるけど、やっぱりホストとしてやれてないのかなっていうのはあるかもしんないけどさ。でいいの、大輝それで。なんか今もうこういう風にさ、上辺っていうかさ、まあ、仲いい件っていうのはちょっとアップデートしてると思うけどな、俺は。まあでも若干諦めてるよね、ゆいは。なんか店側の無難っていうかさ、そうそう、うん、売り上げ上げたいとか思ってる。いやね、それはありますよね。それが冗談っぽいやん、なんか。まあね、そうそうそう、なんか1億売りたいとかさ。ああ、まあ確かにね。そう、確かに。それがなんかさ、ネタで言うよね。そう、女の子もさ、なんか分かる。そう、それが良くないよね。ゆいのヘルプつくじゃん、うん、ね、言われてんぞ、女の子に。結構ネタっぽくさ、俺ホスト頑張るからみたいな言うせいで、逆に女の子も使いづらいとかあると思う、うん、そキャラとしてはいいけどさ。でもみんなもみんなで結構いじるやん、言うの。それはそれで。いや、女の子の前ではいじらん。 あ、そうかそうか、うん、なんかそういえば聞いたことないけど、ドンファンはどうなりたいの。確かに、うん、なんかそういえば目標がわからんっていうか、うん、え、なんかさ、ヘルプは確かにめっちゃやってくれてるし、うん、なんかなんならアイス交換とかしてるやん、絶対無駄なのに。絶対ついた方がいい。その店的なことをね、絶対その店のことをやるぐらいなら、うん、絶対ヘルプついた方がいいと思うし、うん、YouTube 何のためにやってんの、まず。あるよね、確かにやってるもんな、うん、ドンファンダスチャンネルね。何のためって言われたら、その自分の中でこう目標を決めたわけじゃないから、うん、なんかやってるだけみたいになっちゃって、ね、なんとなくね。で、なんとなくちょっとこう伸びてみたいな。そう、なんとなく、もう全てがなんとなくで生きてきてるかもしれない。あ、そんなんじゃ多分お金は稼げない。え、だからホスト的に、一応ホストや、ホスト的にはどうなりたいの。え、内見になりたいの。いや、俺は言ってるよ、ずっと。もうその裏側の人間になった方がいいんじゃないってはっきりして。だからなんかその、自分の中になんかあるんやろ、プライドじゃないけど、そのぐらいホストとしてのみたいな。プライドっていうか、少なからず頑張りたいなっていうのはあるけどさ。いや、もうせっかくやったら、もう2人に言ったらいいんじゃないの、その、なんていうか、今後っていうかさ。でも30超えてるんやから、年齢も年齢やから。でも、うん、
いや別にその何やろ稼ぎたいとか思わんのやったら別にいいんじゃない。いやそれは欲しいですよね。やっぱ少なからず。ね、あの真剣な話するときさ、もうなんか適当にごまかして、そう。まあそれは昔からあるね。俺らは別に仲いいけん、いつも別にまあいいかと思ってるけど、まあよう考えてみたらちょっと真剣にやらないとまずいとは。っていうかもう切羽詰まるやん。もう30超えたら。まあ確かに。最近すごいこう周りのさ手伝いめっちゃしてくれるけど、うん、自分のために動けてないよね。そうなんか、まあ、悪く言うと逃げに見えるよね。あそうね、うん、確かにな。悪く言うとよ、うん、極端周りのことやってるからいいやろうみたいな。まあ確かに。で自分がどうしたいかもそれだけをその知りたいじゃないけど、うん、気になる。例えばナンバーワンなりたいとかさ、うん、知った時にこっちが援助っていうかさ、うん、サポートできるもん。楽しく行きたいだったら今のままでいいと思う。別に俺らも別に何もないし、うん、だから言いますけどね、たまにこの、ね、さっきから言ってくれた通り長いから、うん、2人の時は結構熱いこと言って。そうそうなんだ。港は、港はもうさ、うん、なんか途中でなんか内勤側になりたい。まあ俺はね、プレイヤー上がっちゃって、うんうん、切り替えちゃった。でもそれでお前がさ、いいよいいよってさ、うん、こいつの成長ないよ。あそうっすね。ゆいはどっちかっていうとプレイヤーで今やってるんだから。うん、そうかそうか。いやだから何回も言ってくる。何を目的に頑張ってるの。それないとちょっと女の子。そうだけど指名してるさ、確かに黒崎の指名してる女の子もぬるっとしてるよね。どうしたらいいんだろうってなるやん。あいやマジそれだと思うよ。だって俺ゲームめっちゃするけど、いいの出ないの確定してるのにガチャし引いてくださいって言われて、確かに、確かに。女の子がお金使うメリットっていうか、何を目的に使わせてんの。じゃあ、お前今言ってること、先月、先々月来てくれた人、その前、めっちゃ失礼だよ。確かに。そう。で、それさえ決めると、その今後はこっちも言いやすいやん。1円でもお金多くもらいたいみたいな気持ちだったら、別にホストじゃなくてもいいんじゃない。女の子も別に店に使う意味ないじゃん。うん。何もない、ないの、うん、言わんのかい。うん、そうそうそう。で、それでいいと思ってんだ。え、いいとは思ってないっすよ。いいと思ってないならなんかやらんじゃん。言えばいいじゃん、別にいつも俺に言ってるあれを。いや、言いたくないと。いや、だって俺らの前に言えないんだったらもう俺らどうしようもない。てか、俺らが一番、いや、この二人が一番権力あるから。まあまあ、確かにね、うん、そうだよね。なんか初回とか着くときもさ、なんかヘルプ椅子座ってさ、なんか誰が楽しかったよね、誰が楽しかったよね。いや、しかもそれで普通のヘルプの時は隣行くのよ、うん、ああなるほどね。マジで、まあ、そういうのも本当ね、かゆいし、なんか引き立て役に無理やりなろうとしてるっていうか焦りね。いや、そういう意味はない。なんで。いや、だからどうしたいんだって。そんなうやむやなやつに金使わんって。じゃあ例えば、じゃあ店のことやってるっつったら、俺らやったらじゃあ1億絶対売りたいとかあるやん。まあまあ、まあ、あるね。店のことをやってるっていう割には、まあ確かに確かに、それすぐ出ない。え、それ意味わかんなくない。じゃあヘルプでめっちゃ飲んで店より1億達成させるように頑張ります、俺やりますっていうのないじゃん。え、じゃあ店のためにやってないじゃん。じゃあもう終わりじゃん、それ。なんかその抜け目をなくしたいっていうか、そのいや、だから楽したいにしか見えない、俺らからしたら。抜け目をなくしたいって具体的に、そう、いや、そういう、例えば俺お客さんいない日多いから、いない日は絶対にこうオンリーが多いから、そこら辺全部ついて楽しませたいとか、そういうのがあるんだったらまだ分かるけど、ゆいはこう何をしたいのか分かんないよね。あ、全てのことに対して自分がやることに対して自信がないんですよね。あ、だから言い切れないっていうか。なんで自信ないのにやんの。自信ないことやんなくていいよ。確かに。やりたいことだけやればいいじゃん。ガチやん。ガチだよ。めっちゃ言われてるやん。仲いいからこそやっぱ言わないとって思ってる部分もあるけん。仕事からじゃなかったらどうでもいいんだけど。まあ俺のアドバイスとしては、もうプレイヤーじゃなく、その諦めるってこと。内側として、例えば区切り的には年内でプレイヤーで年内でやめますって公表したら、多分それでバッと来るかもしれんし、しれんし、そっからの年始からの区切りでいけるかもしれんから。もう俺さえずっと言ってるけど、それ言われてやっぱ自分が置かれてる状況が再確認できた。うん、俺らも俺らで、まあ仲いい分、まあ放置というかさ、まあ悪かったなと思うけど、まあそれはあるね。俺らも何も言ってないから、全然ふわーっと俺みたいなアドバイザーやって
一等稼げばいいんじゃないみたいな立場もあるよみたいな言ったんだよ。なんかそうじゃないんやね。なんで？それもそれでありくない？いや、ありじゃない。お前はホスト諦めたい側じゃん。うん、こいつはホストやっとんのよ、まだ。まあでもだって中途半端じゃないですか。それはそれでも、まあ、確かにね、俺がやってることがね。え、じゃあ中途半端だと思ってんだ、お前も。思ってはないで、信じてます。あ、その信じるじゃあとかじゃない、大事なんだよ、俺みたいに本当にこいつのこと大事と思ってて、うん、本当にそれを言ってるんやったら、それはもう仲間とは思えないけどね。だとしたら真剣に言わないといけないし、こういうことをやらないといけないし、あとはその自分、人それぞれのスキルに対してのアドバイスをしないといけないのはアドバイザー。てかお前、アドバイザーって何のアドバイスしてんの？いや、それはもう何やったんじゃ、フィリアでヘルプ回らせてもらってます。アドバイザーな。じゃあヘルプついて、うん、一緒についてる人見て、あそこはこういう風にした方が良かったんじゃないっていうのはしたん？いえ、まあね、そこをやだけど、まあ結構こうマンネリじゃないけどさ、アドバイザーってことはアドバイスを常に日頃しないといけないし、それはどんな立場でもしないといけないっていうのは普通と思うよ。それで給料やってるんやったらちょっと給料下げないといけないとか考えなかもしれない。まずいな。でも下げたくないんだ。だってお前アドバイスがぬるっとすればいいやんとおかしくない？ああ、そっか、もう現にね。2人がさ、スキルめっちゃすごいやん、めちゃくちゃすごいのに、なんかこう開花してないっていうかさ、出してないけんさ、気使いすぎて。それで、お前は結局どうなの？だ、目標じゃないですけどね、そういう感じのやつですよね。どういう風になりたいの？とりあえずさ、今年決めようよ、2022年をさ。例えば別に来年もプレイヤーやるっていうんやったら、別にプレイヤーを斡旋するけど。でもやっぱプレイヤー好きだからね。リアルに聞きたいけど、プレイヤーはそれやめたい？やりたいっすよ。やりたいんだ、それは良かった、やりたい。でそこはもうプッシュする、まず、いいの、それは、その大気はそれで、まあ今の感じだったら嫌だけどね。やるならやるで。まあ港も結衣もなんか店側に行って俺らにやってほしいことをさ、やってくれるみたいになったけど、なんかまあまだちょっとこう居心地のいい席を探したりとかさ、自分では毎日そうの自覚なくつかしてもらってるけど、まあ周りからそう見えたのはあれかもしれない。ジャスティンが完璧やから、あ、それと比べちゃうね、やっぱそっち側って見ちゃう。だからそっち側でいう完璧完成形はジャスティンだから。ああ、まあそうだよね。でもだけどそれが中途半端っていうか、そうそうそう、もっと言えば黒崎に関しては、まあ、プレイヤーをやってほしいよ、ね、どっちかっていうと、ね、だから俺が中間すぎたんか、そのどっちにでも逃げれるみたいな。でそこで2人で話し合うと余計そうなるやん。そこ決めんといかへん、だとしたらよ、まあ、こうやって話しても自信ないしね、ふわっとしてるよね、ふわっとしてるとか。でまずは自信をつけるじゃないけどさ、なんか結構自分の中で俺なんかって思っちゃうのよね。自信ないの？いや俺も思うよ、でもその大気で思うんやから、でもやっぱ仕事やん、割り切らんと。そう、仕事やし、プロやし、お金もいただいてるんやから、それは女の子が、ふわっとしちゃう。てか、まず指名してる人にマジ失礼なこと言ってる、お前さっきから、ふわっとしちゃう。俺はそこが気になる。5、6回聞いたからね、今どうなりたいのって。まだ答えんし。まあまあ、こういう話はよくするけんね、いつもごまかすもんね。港側に行くかなと思ったけど、行かんから。お前はお前で潔くパッとして、そっちで頑張ろうとしたのは、それはいいと思うよ、別に全然。でもこいつはホストで頑張りたいって言ってんだったら、何か決めないと、その指名もらう意味もわかんないし、お金使う意味もわかんないんじゃないっていう話をしてるよ。カムミーティングあるよ、で、まあ、ユイも来てるけど、なんかユイの時だけ、その幹部目標を俺が決めるよ。確かに幹部にね、あ、ユイの時じゃね、だけじゃないよ、幹部にね、それぞれにね。そう、その時にユイの時だけ言いづらいんだよ。うん、わかる。ね、見てる。俺他の従業員に、じゃあお前は指名本数低いから、じゃあ初回送りもらったら、もう必ずアフター行けとか、さ、まあ言うだけ言うやん。ユイの時は、じゃあユイはお店で従業員面倒見てねとか、なんか漠然としたことしか言えないの。それは別に俺は
本当は言いたいのね、うん、ゆいに。じゃあ最近初回送り取れてないから送り頑張るためにどうしよう、どうするか考えようかとかさ、ね、言いたいんだけど、ゆい自体がもしかしたらやる気ないのかもなっていう、ホストに対して。俺の中ではこうさ、ホストを頑張ってほしいから、プレイヤーをね、だから何を言っていいか分かんないっていう。でも気使わせてるってことや、言うたら。確かにね、言うたら。それはいいんだけど。いやいや、それは良くない。だってお店の代表なんやから。他のやつも気使ってんじゃん。そうそうそう、後輩とかも多分ゆいの立ち位置分かってないと思う。でもって言えば、指名で来てる女の子も分かってないってことかもしれんってことやから。だって売り上げはさ、まあぼちぼちあるわけやん、3件。まあ、その中でちょっとこうフラフラしてんのよくないよね。良くない。うん、そっかそっか。どこに向かってんの。ナンバーワンになりたいっていうのは全くないかもしれないな。ああ、それはいいと思う。別に。え、なんでないの。2番手っていると思うし、その中を、うん、じゃあ2番になりたいの。もう2番、うん、かな。2番でいいかな。2番になりたいっていう意思は伝わらないよ。でも最下位にはなりたくない。なりたくない。わかる、うん、俺もそういうタイプじゃん、ずっと、うんうん、目立たなくていいけど、そこそこの位置で生きていたい。でもわかるけど、うん、それにしてもゆいはプレイヤー頑張ろうはないやん。だから銅メダル取りたいなぐらいと。銅メダル取りたいなぐらいもないよ。ない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 。銅メダルって3倍3かもしれねえよ。自分の意見を確かに言った方がいいよ。大人なんやから。だって考えてないじゃん今。いや考えてるよ俺。何を。じゃあ答えてよ。いやいやけど、なんで本当に俺の時に。じゃあゆいってめっちゃ優しいんだけど、うん、あのね、悪く言うとね、関心がないよね。まあ、俺らがとやかく言うことじゃないかもしれないんだけど、でも俺たちはなんかゆいにもっとこう目標を持ってほしいよね。うんうん、まあ、ゆいがそれでいいんだったらいいけど、でもこっちはちょっと心配が勝つっていう。あー、そういうことね。うん、例えば指名取れなくてもいいやって思ってるようにしか見えないから、指名は取りたいぐらい攻めて思ってくんないと。それ初回に他につきたい人いるのに、その下の子にも悪くね。なんか東京に来たての頃はもっとこうやる気あるように見えたけど、だって福岡から出てきたやん。その時気合い入れてもう全て捨てる覚悟で行動に移してきたわけじゃん。はいはいはい、それってなかなか普通の人できない。はいはいはい、それをやれたのになんで今できないんだろうみたいな。よく考えて生きてなかったかもしれないしね、本当に。だって今こうやってパッて言われても、うん、分かんないか。出んの言葉が出ないっていうか、目標に向かって頑張るってことを、そんな考えたっていうか思ったことなかったっていうか。じゃあ満足してんの今に。満足しちゃってるって言われたら満足しちゃってるのかもしれない。まあそれだったら別に、うん、自分がいいなら。そう、別に無理強いする必要ないです。まあまあまあ、なんか例えばそのナンバー10に入りたいとかもないってこと。それナンバーは入りたいってのはあります。あ、あるの。はい、だからさっきも言った通り銅メダルは取りたいなっていう。じゃあさ、何がしたいのって言ったらナンバー10には入りたいっすねってすぐ答えれるくない。本当にやりたいなら、うん、そうっすよね。うん、なんかその後付けで言われてもなんかこっちは伝わらんし、うん、今何か知ってる。今月3日しか働いない。今何か知ってる自分。それやん。やる気ない一件分かんないでしょ、何位か。毎日俺は見るけどね、自分今何位だろう、はい、どれぐらい差があるんだろう、はい。まあ、俺はどっちかというと大輝とはまた違って、俺はもう絶対一番がいいっていうタイプやけん、まあちょっと気が狂ってるタイプやけど、はいはい。まあ、にしても弱いな。うん、まあ満足してるんだったら。そう、もうふわっとしてて満足してるんやったら、まあ、俺らただな、どうなりたいかは自分で決めた方がいいよ。俺らがカタカタ言うことでもないしな、ね、男の子なんだから。わかりました。バイザーなりゃいいや。いやいや、だからそのかって言っても決められないから今ふわふわしてるんでしょ。だからミナトは喋れてさ、気使えて顔かっこいいし、うん、酒も飲めるから、うん、いやいやアドバイザーになったわけよ。そうなるし、でも結局ヘルプがうまいイコールアドバイザーじゃないじゃないから。俺それ嫌いやもん。そう思ってた。アドバイザーって、うん、従業員にちゃんとこう、うん、こうやって接客するんだよって、うん、完璧に教えられる人しかできない。そうそうね。
だけどよく言われるよ、何をアドバイスしてるのみたいな言われる、うん、やろ、あれちょっとそれ言えないやろ、言えないやろ、言えるようになればいいよ、だっせ、うん、まずドンファーがこうなったらだっせーな、お前、うん、まあまあまあ言えよ、はっきりと、まあ、いや、俺は従業員にこうやってヘルプをやるんだよって、うん、あ、そうそうそう、俺がお手本になってんだよ、だからアドバイスしてるからアドバイザーなんだよって、うん、そうっすね、言えないよ、それ両方やってるからね、プレイヤーやりながらアドバイスもしながらやから、俺代表何してるの、自分が何やってるかと、そう、そうはっきり答えれるけど、俺ははっきり、うん、お前は何やってるの、いや、その統括店長としてジャスティンが、うん、ああ、俺それ、ええ、統括、え、なんで俺代表としてやってること言えるよ、いや、やってる、後輩と、ただ俺なんかその内勤のこともそのプレイヤーのその補助もやってるから、何をやってるかって、ふわっと してんな、ジャスティンに言えんの、いや、何でもやってるもん、そもそも何でもできる、オールマイむしろオールラウンダー、まだ俺何もやってないよ、やってるやろ、いや、え？おめえは笑うなよ、なんか割れたよ、おめえは、俺は目標はっきりと言えるよ、不労所得、あー素晴らしい、俺家でネットフリックス見てた、はい、実現に入ってるから人間の一部、いやいや、もうやっちゃってる、はい、仕事出ちゃってたら、まあでもまあ、まあ、言ったらそのプレイヤーずっとやってるから、で本当はプレイヤーしなくていいねよ、まあまあそもそもね、社長なんやろ、確かに確かに、そう、じゃあゆいの目標は、だからまあナンバー10、今年、マジで、うん、今年、いやナンバー10は入ってるんだよ、本当で、え、先月何やったっけ、13、入ってない、それ俺12位やし、マジオールラウンダー、ジャスティンに負けてる、マジでオールラウンダー、アドバイスもしてない、ホストもしてない、クソくだらん YouTube しか撮ってねえや、言いすぎや、いやいや、いいよ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 じゃねえや、言わしとけよ、言わすな、上半期も終わったんやから、上半期、じゃあ終わった、グループ何位やった、27、それは分からんかい、俺26、オールラウンダーやマジでオールラウンダー、勝った、全部で何人ぐらいいるうちのグループ、100人ぐらい、まあ、150人ぐらいいたとしたら、いるいるいる、まあまあまあ半分以上は上は上やんな、いやいや、そうです、だとしたら、まあ、今年中にナンバー10に1回は入るってことだよ、はい、でそのためには大金のサポートとか、いや入ってたよ、先月ぐらい、うん、それ誕生日やろ、そう、あ、それ誕生日の後は入ってなかった、入ってました、そこ入ってるやん、え、入ってるって俺知ってる、2ヶ月入ってたよね、はい、ほらなのに今年の目標10位以内とおかしたら入ったじゃん、じゃあ5位にし、 5にするわ、今思ったよ、無理や、5にするわ、5って1000万よ今6位まで、確かに6位まで1000万、1000万や、でももうで、そういうなんか人に任せて決めるあたりが、ね、まあ、なんかじゃあじゃあ本当に腹立つわ、なんかじゃあみたいなのが、うん、なんかほんとめめしいわ、じゃあ坊主ね、その週やいいっすよ、おう、あ、マジでしようや、急に目バケるんじゃない、今月でいいの、今月普通にマジやらすよ、いやいやいや、マジやろで、その後坊主するときも動画撮るよ、後ろだけ坊主はどう、だとしていいや、え、一瞬何言ってんの、え、俺も前もアドバイスしてない、は、何言ってんの、お前がアドバイス、後ろだけ坊主、そうよ、お前せっかく入るかもしれんけど坊主、今月はまず動言するのかっていうことから決めた方がいいよ、確かに確かに、うん、じゃあ、まあフィディ今すごいけん、じゃあ6人は1000万円、うん、8になるじゃん、8や、末広がりの8で、うん、で、8なれんやったら、まだ8に本当になりたいの、彼は、なりてぇっすよ、うん、嘘や、なりたいよ、なりてぇっす、嘘つけよ、ほんと、いや、気使うやん、坊主のさ、坊主もさ、なんかさ、いや、別にどっちなの、坊主だぜ、帰ろうとしてるやん、この話帰ってなんか俺も巻き込まれた、別にいいって仲いいけど、別に何でもいいけど、まあまあまあ、7、え、声でかき、サイコパスやん、セブ怖いよ、怖いよ、俺が言ったら終わりよ、もうやめてよ、俺がサイコパスやめてよって言ってるやん、なあ、なあ、7、うん、なんかビジョンがあるの、そういうビジョン、なら800万とかよ、ビジョンがあるの、もういいよ、はっきり言おう、なあ、なんだ、7、800万とかよ、いやそれをさ、だ売り上げか、売り上げの目標にしよっか、ナンバーじゃなくて、あー、そうしようか、いくらにする、そうね、ナンバー出したら、でも、調子良くてさ、はいはい、300、200、300上げてたよ、いや、だから200じゃない、とりあえず200? その通す、いやでも200は結構今月よ、行ってないよ、いや近い目標やで、まあ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 現実味があるっていうね、先月はいくら、120、おう、2か、100以上結構上げてるからね、100以上はね、で、じゃあ100は別にもう関係ないじゃん、はい、目標として、じゃあやっぱ200じゃないって言ったんだけど、
200ちょっと高みを目指す220ああ本気で死ぬ気でお前なんで冗談っぽくやってんのかな。ちょっとああお前そこら辺はもう大気上がるから300でも坊主300は来月じゃない。お前坊主やぞ。いや俺もやぞ。いやそれは代表として300上げてほしい、上げてほしい、そして給料もらってほしい、うん、これがもう代表の意見よね。気持ちよく150万もらってほしい、うん、今年中に300は売る。で目先の目標は200でいいと思うよ。で、はい、例えばじゃあ120で終わりました。じゃあ今月150でしたったらあと50万どうしても上げたいって気持ちがあればそれも気持ちも女の子に伝わると思うし、うん、でその伝えたいって気持ちをこっちに言えば、そうそうっすね、わかりました。それのアドバイザーってことだ、はい、俺らがアドバイスしてんじゃん、はい、アドバイザーじゃん俺ら。すいません、もう本来俺がやるべきだったやつをね。いや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 、お前はシャシャンな、はい、じゃあ帰ろうか。帰るなさい、帰るのくせ。すいませんでした、ありがとうございます。頑張ろう。あ、ありがとうございます。頑張り、俺も頑張ります。帰るやね。もういいよ、頑張れよ、しょうもねえ。